姫路城下と街道沿いの町割りを描いた姫路城海図。文化三年。姫路藩歴代藩主居城姫路城姫路藩は、張馬国色東軍にあって、現在の兵庫県西南部を治めた藩。藩長は姫路城。藩主は、はじめ戸様の池だけで、後古代大,大名が転々とした末に、1749年から、廃藩地県までは徳川古代の名門堺市で、 続いた。国高は、はじめ52万国、後15万国。姫路藩所大藩主、池田照正現在の姫路地域はもともと、張馬の守護大名赤松市の地盤であったが、戦国時代には、赤松思想家が衰えて、赤松市支流の小寺市の勢力下に入り、姫路城は、小寺市の重心黒田市が居城した。織田信長の勢力が、中国路に伸び、その重心、 橋場秀吉がは馬に進出してくると、黒田義高は秀吉に、巨城姫路城を譲り、織田家の中国制派の根拠地となる。秀吉が信長の後継者となって、大阪城に移った後も、黒田家には返却されず、秀吉の性の北満北こ所の実刑、木下家定が2万5千国を領して、姫路城主となった。1六百年、徳川家康によって、木下家は、 備中足盛に移され、関ヶ原の戦いの先行により、三河吉田に十五万国を領する、池田テルマサが、針舞一国五十二万国を与えられて、姫路に入宝し、姫路藩が成立した。テルマサが、一約点五倍の大砲を与えられたのは、その5歳エ家康のマナ娘徳姫であった縁によるが、テルマサの着難としたかは、前妻との間の息子であったため、さらに、 徳姫の生んだ次男忠次に、備前岡山二十八万国、三男忠尾に、淡路一国六万国が与えられた。さらに、テルマサの弟長吉は、兄と別に、稲葉鳥取六万国を領していたので、池田家は徳川家の純一門として、機内金国の声援に、一家で、総計百万国に近い領土を有するに至った。この夕飯池田家の居城としてふさわしいよう、 ハリマ52万国の表高の2割打ち出し検知を行うなどの強烈な火星を極め、一国の総力を挙げて築城されたのが国宝姫路城である。本城姫路城の他に、三木城、赤市城、高砂城、辰野城、平福城、赤城を市城として配置した。1613年、照ルが没すると、姫路藩を継いだ着難としたかは、次男。 ただつぐの溶接後に、岡山藩を継いでいた三男忠だに、張馬国内西部の13万国を譲り、39万国となった。さらに1617年、年高が若くして没すると、着南三政が幼かったため、洋君には、幼少姫路を任せられないという理由で、鳥取藩32万国に転覆された。その後、姫路には徳川四天皇の一人、 本田忠勝の子忠政が十五万国で入法した。さらに、忠政の老い正勝が五万国で、辰野藩に入り、忠政の嫡男で、将軍、徳川秀忠の娘千姫,姫と結婚した忠時が、父とは別に、張馬国内十万国を領して、幼少張馬は、不代の名門本田家の総計三十万国によって、固められた。一方、 その他の旧池田家の針間の所領は、松平信康の娘である、峰高院と妙高院の姉妹が嫁いだ、赤市藩小笠原家十万国、及び徳川家康の娘、吉間院の化粧料医療を分配した後藩3.5万国、平福藩2.5万国、山崎藩3.8万国と、その池田家一族の怒る藩1万国、林田藩1万国の中小藩に分割されている。 その後、本田忠時は父に先立って病没したので、忠時の弟で、張り国立の藩主であった正友が、姫路十五万国を継ぎ、残りの十万国は、忠政の三男、忠義の四万国と忠政の外孫小笠原長寺の六万国に分割された。1639年、正友の後を継いだ正勝は、山和郡山十五万国に移された。代わって、 郡山から家康の外村、松平忠明が入法するが1644年に、没死、着死が幼いことから1648年に、奥平松平家は、出羽山形に天保となった。以後、十五万国をもって、不代、審判の名門が姫路を領し、針馬が要少であるゆえをもって洋君が出れば、転出することが繰り返された。 奥平松平家と交代で、山形より、直木家越前松平家が入ったが、越後村城に転覆。道の串良川より、坂木原家が入って、越後村城に転覆。交代で越後村城より再び、直木家越前松平家が入って、文後北に転覆。道のく福島より再び、本田家が入って、越後村城に転覆し、交代に、越後村城から再び、 坂木原家が入った。1704年に再入法した坂木原家は、本田忠勝と並ぶ徳川四天皇の坂木原、安政を外する不代の名門で、三代三十年以上に、渡って、姫自藩十五万国を領したが、第八代当主、正峰の時、八代将軍、徳川吉宗の倹役礼を無視して、派手を好み、吉原遊郭のおいらんを大名を自ら、 見受けするなどの遊興が幕府の怒りを買い、正峰は隠居の上、榊原家は豊かな西国の姫路から、内高が少なく実習の乏しい北国の越後高田十五万国に懲罰的転法された。しかしこれも隠居に伴い相続した後継の榊原正澄が幼少のためという理由もある。1741年に榊原家に代わって、 再び入法した、越前松平家も、その8年後には松平朝則の幼少を理由に、上野前橋へ転放された。越前松平家の転放後、代わって、老中主座、堺忠家が前橋から入法する。姫路藩の堺家は、徳川家康の重臣、堺正近、重忠を外し、大老堺忠世、堺忠清を出した、堺雅楽が白江の宗家である。 老中を務めていた、田だちの前橋寮は、居城が侵食されるほどの大規模な水害が多発する難所であり、加えて、坂井家の格式を維持する費用、幕閣での務めにかかる費用、豊満な財政運用などにより坂井家は、財政が破綻していたため、田だちは、同国高ながら、見入りがいいと聞いていた姫路への転保を、かねてよりもくろんでいた。実際は、姫路寮では、 前年に大干ばつが起き、そこに重税と天保の噂が重なり、関炎の百姓一揆と呼ばれる大規模な百姓一揆が起こっていたが、坂井家は気がついていなかった。それでも天保は実現したが、その年の夏に姫路領内を二度の台風が襲い、水害が発生し大変な損害を出し、店舗費用も相まって財政はさらに悪化することとなった。ともあれ、酒井家以降、 姫路藩は頻繁な天保がなくなり、ようやく藩主家が安定した。歴代の姫路藩主は、前橋時代同様にしばしば老中、大老を務め、幕政に重きをなした。幕末には、藩主、坂井重主が1865年に大老となり、河合草原ら勤皇派の制圧に力を振るったが、1867年に、失居した。弟で次の藩主になった。 堺忠正敦氏は老中となるが、と場、伏見の戦いで、徳川将軍家の徳川義信に随行して、大阪退居にも堂々したので、母親戦争では、姫路藩は、朝敵の名を受け、官軍の討伐対象とされた。在国の家臣は1月17日に、無欠解除をして、姫路城は、岡山藩に占領されるが、3月7日になって、藩主中。 厚氏の簡易剥奪と入教禁止が命じられ、会津藩などと同様に、吉信の共犯者とみなされた。吉信が、江戸城を無血解除して、教順の意を表明すると、江戸藩邸にいた重、ただしげ、ただしもそれに従って、新政府軍に降伏した。ところが5月5日になって、ただしげは、江戸の大総督府に対して、坂井家は、徳川家の真であり、天皇家の真として、 主家と相並ぶことを拒絶して、所領没収を望む、との嘆願書を提出した。姫路藩は、5月20日に、ただしやが実挙して文献上の伊勢崎藩堺家から、迎えた、堺忠国に藩主の地位を譲り、軍資金として15万両を新政府に献上する、ことで、藩尊族を許されるものの、砂漠派として、立場が明確となった忠主への対応が迫られる。 ことになった。しかし、ただ国や重臣たちの説得にただしげは応じず、出居中のただしやつしもただしげに同調する動きを示した。7月23日、新政府は、過労の高須はと、重臣河合平さんらに対して、ただしげ、ただしやつしの言動の背景には彼らの側近である、砂漠派の影響があるとして、彼らの初段を迫った。このため、高瀬らは、 砂漠派の粛清に乗り出し、自害4名、英老7名など、多数の家臣が処分された。そして9月14日に、忠重が、実定忠広に預けられ、ただしやも静岡藩に身柄を移された後、明治2年9月28日に赦免されて、同じく忠広に預けられた。こうした事情からか、明治元年11月に、河合平さんの進言で諸藩に先駆けて、 藩籍法官の権限書を提出する。廃藩地権が実施されると、姫路藩は姫路県となり、鹿間地方の諸県と合併して、鹿間県となるが、1876年に鹿間県は廃止されて、兵庫県に合併された。家族に列した、藩鹿は1887年に白釈を受け釈し、隠居の忠重と、忠しあにも1889年に断爵が、 授けられる。姫自藩のある近間地方は古代から大畑の開発が進み比較的豊かであったが52万国時代に築城された姫自城を抱えるなど15万国の身の城には釣り合わない格式の高さや不代の名門として酒がたい惑星への参与から出費がかさみ財政は常に厳しかった。藩の出費の多さは両民に高い年貢として 跳ね返って不満が募り、1749年の藩主交代時には、藩前域を巻き込んだ、姫路藩関連一揆が起こる。一揆を経て入法した坂井家のもとでは、天保が収まり、領民にとってはやや安定を取り戻した格好になるが、犯罪性は依然として厳しかった。19世紀の初頭には、藩の借金は73万両という莫大な額に、上った。 このような状況のもと、1808年に、加納河井道の海が、処方家手向きに任せられ、財政改革に取り組んだ。寸王は失踪倹約令を指揮出費を抑えさせる。一方、領内の各地に偽装を設けて、農民を救済し、藩を寒を安定させるよう努力した。また、新田開発を進め、鹿間港を整備して、米の生産と流通を強化した。さらに、 特産品である木綿の栓培性を導入して、莫大な利益を藩にもたらし、ついに藩の借金を完済した。また、姫路藩にはすでに藩校の高校堂があったが、スンは資材を投じて、忍術参考を設立、来山与や森田節成、医会継書らに、漢学、国学、医学を教授させ、優秀な人材の育成に取り組んだ。戸ざ五十二万国。 照正、利高三政、不代十五万国、忠政,政、正友、正勝審判十八万国、明忠明、忠広審判十五万国、直樹、直則不代十五万国、忠治、政夫、佐成林審判十五万国、直則不代十五万国、忠国忠高不代十五万国、政国、正介、正峰生、純審判十五万国民、則朝則、不代十五万国中共、ね、忠実。 ただみち忠実中学多見ただとみただあきただしげただしあつし、ただくにさかいや、水谷賢治、母親戦争と、超敵反敗者の維新 c 百1 7 6から186.209から211.374から376。ありがとうございます。